皆さんおはようございます。古田裕之です。今日はですね、みんなのナーサリーっていう保育園の入園式にちょっとゲスト参加してきます。みんなのナーサリーっていうね、保育園が小規模保育園なのかな、の経営している方、経営するしている方と知り合って、去年入園式であったり、ボールで遊ぼうみたいな、去年僕が、バンケイのスキー場で夏に行ったイベントのような感じで、保育園に携わって、定期的に、サッカーのイベントじゃないですけど、保育園の子供たちにそういうボールでね、遊んで運動する機会を与えていただけませんかっていう話をいただいて、いや、ぜひやらせてくださいっていうことでね、HF アカデミーの、スポンサーさんみたいな、立ち位置で、協力をお互いに、していくみたいな関係性になってですね、その経営している方と、そこで呼ばれて今日は入園式に行ってきます。今ね、コロナでなかなか入園式も、僕の息子も長男が今年からね、幼稚園年少さんなんですけど、入園式とかもね、普通だったら親両方行けるはずですよね、お父さんお母さんも。ただコロナの影響で、お父さんお母さんどっちかしかね、来たらダメとかね、いろんなその制限がかかって、保護者の方たちもちょっとね、子供たちの、そういうね、入園というか、人生の中でも節目の回というか、節目の時間、機会をちょっとね、見れないっていうのは結構残念ではあると思うんですけど、僕自身もね、ちょっとそこはね、長男の入園式見れないの残念ではあるんだけど、今回の保育園の入園式も多分そういう制限があるんじゃないかな、そういう制限がかかった中での入園式になるとは思うんですけど、ただ子供たちにとってもね、保護者の方たちにとっても、一緒に一度しかない保育園の入園式は、基本的には一緒に一度しかない機会だと思うので、簡単なね、ご挨拶くらいしかできないけれど、古田さんって人来たなみたいなね、ちょっと保護者の方たちの記憶に少しでもね、刻み込むことができると嬉しいなと思います。0歳児とか1歳児とか2歳児なので、僕自身子供がね、息子が2人いて、0歳1歳2歳の子供は育ててるとはいえ、人の子の0歳1歳2歳の子供とあまり触れ合う機会がないので、どうなるんだろうっていう感じではあるんですけど、ただね、可愛いんでね、子供は。やっぱり僕も子供好きですし、昔は本当に子供苦手で、僕2人兄弟の弟なので、兄がね、8歳離れた兄がいるだけなので、こう常にこう先輩というか上級生というか年上の人と触れ合う機会が多くて、年下の子っていうのはあまり触れ合う機会がなかったので、どう扱っていいかわからないっていうのが結構あって、昔からだから子供は結構苦手な方だったんですけど、でも兄に子供ができて、姪っ子ですよね、娘2人ができて、そこで子供が好きになって、やっぱり少しでもね、血がつながっている子供の可愛さっていうのをそこで知って、でいざね、自分と奥さんの間に子供ができて、2人の子供を育てているわけなんですけど、やっぱり子供ね、可愛いなっていう感じで、で自分の子供がね、やっぱり好きになると、人の子供もやっぱりね、好きになるんですよ。興味が湧いてくるというか。で、もともと僕自身教育とかにね、そういうところにパッションがあったので、今もあるので、教育っていうところにパッションがあるので、アカデミーも、サッカーを教えるのもそうなんですけど、やっぱり教育っていうところにかなり重点を置いていて、コミュニケーションであったり、サッカーだけじゃなくてね、試合とか、社会でもね、使えるスキルを、提供していきたいっていう思いで運営もしているんですけど、保育園児はね、まだそこまで0歳1歳2歳児ってなったら、そこまでコミュニケーションとかそういうことではなくて、本当に外で思い切って遊んだりとか、食べるものとかも大事になってきますし、そういうところをね、こううまく伝えて、いいね、スタートダッシュを切ってほしいなというふうに思いますね。まだ0歳1歳2歳だから、適当にね、育ててればいいやじゃなくて、やっぱりやれることやらないとね、大人になった時のいろんな影響がね、0歳1歳2歳児から出てきてしまうので、そこはなんかこう僕自身も気をつけてますし、そういうのをね、みんなでこう学び合える空間とかいうのはすごく大事になってくるかなというふうには
思いますね。ただやっぱり保護者様もね、僕も親なので分かりますけど、まあ、やっぱ余裕がないというか大変なんですよね本当に。0歳1歳2歳ってもう夜泣きとかするし、まあ、僕の下の子もね夜泣きまだしてますし、食べるものとかね、外食行けないとか自分の時間ないとかね、もう家事とかね、いろんなお母さんたちも追われて大変とかね、僕ももう隣で見てるんで、やっぱり奥さんの姿をね、そういう方たちにもなんかね、自分ができることを、楽しい空間をね、与えることができたらなっていう思いでずっといるんですけど、まあ、とりあえず今日はね入園式なのでちょっとね参加して雰囲気とか味わいたいと思います。厚別区にできたね保育園なんですけど、できたばっかりなのでね、もちろん綺麗だと思いますし、すごい施設もね充実してると思うのでちょっと楽しみですね。では行ってきます。着いたかな。着いたけどもう子供とか先生めっちゃいるな。ちょっと緊張してきたな緊張はあまりしないタイプなんですけど、なんかすげえ先生と子供いるんで緊張してきた。綺麗なところですね。ほんとお家みたいな感じなんですけど、すごい綺麗な施設ですね。保育園、まあ、僕自身保育園は通った経験はないんだけれど、幼稚園から行ったので。ただやっぱりいろんな保育園って今ね共働きの時代ですし、結構親御様とかね保護者様にとっては保育園ってやっぱり今国的にも貴重な存在だと思うんでね。ここはまあ厚別区なんですけど、まあ小規模なんで15人ぐらいしか子供たちは入れないみたいだけれど、まあ何か、まあ、今もう定員足してるのかな。まあ興味ある方いらっしゃいましたら概要欄にリンク貼ってるので、ご覧いただけると嬉しいです。まあ来年とかもね入れると思うので、はい。じゃあちょっと行ってくるかな。ジンガさんのマスクして行ってきますね。入園式なのに黒ずくめっていうね、謎の格好してますけど、なんかみんなやっぱり入園式だから綺麗な格好してるけど大丈夫ですかね。僕ジャージで、まあ、ジャージでいいって言われてるんでジャージで来たんですけど大丈夫かな。まあね、サッカーっぽいね雰囲気で行った方がいいかなっていうので、ちょっと待ちます。あったかい。めちゃくちゃあったかい。札幌。北海道にもね、春が来ましたよ。ついに。もうね、つい最近まで寒くて仕方なかったですけど、もう今日もあったかい。10度ありますよ。10度。北海道で10度って言ったらね、もうあったかい方なんですよ。この時期の10度。本州の方から比べるとね、10度って感じだと思うんですけど、めちゃくちゃこの時期の10度はね、北海道にとったらあったかいんで、すごい気持ちいいですね。いやー、どうしたらいいんだろう。僕ちょっとこれ携帯で撮影してるんで、ちょっと携帯止めていいですか。動画メールを確認したいんで、はい。では入園式行ってきます。こんな感じですね。本当に保育園って僕あんまり来たことないんですけど、まあ本当お家みたいな、綺麗なお家みたいな感じで、ちょっと中入ってきます。で、指を鳴らす前は違います。で、ここで指鳴らします。そうすると、もうこの時点で。ちょっと言いづらいので、この辺りにしといて。来てもらいまして、でこれからもたまに映画とか、まあ
公園でサッカーなんかをですね一緒に遊んだりっていうことで携わってもらえればというふうに思ってますのでよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。ちょっと古田ひろゆきと申します。皆さん多分ご存知ない方が多いと思うんですけど、ずっとコンサドーレでプレーしていまして、で現役を去年1年前ぐらいに引退しました。で僕自身本当に小さい時に本当に人見知りで、もう幼稚園とか学校とか本当に嫌いで、もう泣きじゃくってて、お母さんお母さんって子供だったんですけど、やっぱりサッカーを通じて人間的に成長できたっていうのがあって、人前で喋れるようにもなりましたし、ありがとうとかおはようございますって言えなかったのがサッカーを通じて言えるようになったりとか、でスポーツって結構そういう人間を成長させる力があると思っているので、まあ、僕自身、サッカーしかできない人間ではありますけど、まあ、この保育園、阿部さんとちょっと知り合って、こういう機会を設けていただいたので、皆様保護者様も含めて他の子供たちも含めて、なんかこう運動とかサッカーを通じてなんか成長してもらったりとか、なんか変化を、ね、感じていただけたら僕自身も嬉しいですし、少しでも僕も3歳と1歳の息子が2人いるんですけど、子供を育てる親としても皆様の気持ちっていうのは少なからずは理解できると思いますので、大変さとか隣の奥さんの姿とか見ているので、なんかそういうところで少しでもこうみんなの心のゆとりというか豊かさというか、少しでも安心できる空間にこの保育園になるかなという思いでいるので、自分にできることをやらせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、すみません、ちょっと手品の後に硬い感じになってしまって、ちょっと締めます。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ちょっと窓開けるとうるさいな。入園式終わりました。いや、子供たちが15人くらいかな。すいません、さっき定員がもう達してるみたいな感じの表現をしてしまったんですけど、あと4人くらい空いてるみたいですね。19人くらいが定員で、今15人くらい、園児たちが入ってるということなので、あと4人くらい空きがあるので、夏別区ですね。まあ概要欄にリンクを貼っておくので、詳細を。そちらの方から家がね、近い方とか、アットホームな雰囲気をね、すごくアットホームな雰囲気だったので、その保育園が。で、僕自身も定期的にね、携わらせてね、いただくので、もし興味ある方は、概要欄のリンクから、みんなのナーサリー、保育園、確かめていただけるとね、嬉しいです。まあ入園式参加してしましたけど、まあ0歳、1歳、2歳とかの子供たちなので、まあ泣いたりとか、まあなんか走り回ったりとか、そういう状況でしたけどね、僕も子供がいるんでそれは当たり前だと、それはわかるので、全然ね、すごくいい感じでしたね。楽しかったですね。僕が喋ってる間もね、泣いてる子もいましたし、全然、なんて言うんだろうな、そりゃそうだよねっていう感じで、僕自身が本当子供の時は人見知りで、ああいうなんか人がたくさん集まるところとかすごく苦手だったんですよね。もうめちゃくちゃ嫌いで、もうずっとお母さんの足にね、こうギュッと泣きながらくっついてるような子供だったんで、気持ちはよくわかるというか、だから僕の今の二人の息子たちは、まあ、ちょっとまだね1歳と3歳なんでわからないですけど、そんなに人見知りするようなタイプではない、僕よりは大丈夫なのかなっていうのが感じるんですけどね。どうでしょうね。まだちょっとわからないですね。こればっかりはね、環境とかいうよりやっぱり性格はでかいですね。性格はやっぱりあると思います。僕自身はもう本当に人前とか、人前というか、たくさんの知らない人がいる空間っていうのがすごい居心地悪くて、まあ今もあんまり得意ではないんですけど、すごく嫌だったんですよね、上昇期。ただ今日のその入園式の、挨拶でもお話しさせていただいたんですけど、そんな子供だった僕でさえ、僕だったんですけど、そういうね、子供だったんだけど、サッカーを通じて成長したっていうのがあるんですよね。本当に僕、その人に挨拶とか、おはようございますとか、こんにちはとか、ありがとうございますとか、そういうのを本当に言えない子供で、
まあ、小さい時のね、僕を知ってる、あの方ならわかると思うんですけど、まあ、本当に、まあ、よく言えばクールというか、悪く言うと、ふてぶてしいというか、愛想ない、なんか、そっけないみたいな感じだったんですけど、まあ、思春期とかもね、もちろんありましたし、ただそんな僕が、その、いろいろ、まあ、コンサドーレに入ったりとか、まあ、代表に行ったりとか、まあ、そういうサッカーを通じて、いろんな知らない人と出会う機会があったりとか、で、世代別の日本代表で言えば、コミュニケーションスキルっていうね、授業があったりとかして、その人前で喋るってことに徐々に慣れていって、で、知らない人と、すぐにね、仲良くなって、で、名前もすぐ覚えて、っていう空間に、そういう機会にね、出くわす場面がすごく多かったので、それで結構成長できたっていうのが、あって。だから、サッカーやっててよかったなっていう風なに、本当に思うんですね。サッカーやってなかったら、ここまで、まあ、講演会やったりとかね、200人の中学生相手に講演会したりとか、そんな昔の僕からするとね、考えられないんですけど、子供たちに、オンラインでサッカー教えたりとか、で、今回の入園式もそうだけど、なんか人前で喋るとか、人に対して、相手に対して自分の思ってることをしっかり言葉に出すっていうことが、できる気配がね、幼少期はなかったんですけど、ただ、逆に今は喋ることであったりとか、人前で何かね、伝えることが、むしろ自分の強みになっていたりとかして、コミュニケートするのが、逆にね、自分の得意なことに変わっていたりとかして、でもこれもね、サッカーを通じて、そうなれたっていうのがあるんで、まあ、今日、お会いした保護者様もそうですけど、0歳、1歳、2歳の子供たちも、本当にね、無限の可能性があると思うので、まあ、これをご覧のあなたが何歳かわからないけれど、まあ、高校生とか、まあ、中学生とか大学生の子供をね、育てる親なのかもしれないけど、いろんな方がいると思うんですけど、本当に子供って無限の可能性があって、それをいろんな環境とか出会う人で、良くすることもできれば、悪くすることもできるというか、良くも悪くもね、僕たちはやっぱり人と環境に影響される生き物なので、より良い環境で、より良いというか、まあ、より素晴らしい環境と、素晴らしい人との出会いがあれば、子供の成長っていうのはもう無限大なので、楽しみですね。だから、なんかこう、子供の成長を抑えつけるような教育とか、抑えつけてしまうような環境っていうのは、できるだけ、排除して、よりいい環境とより良い人に触れ合うことがね、できるような世界っていうのをなんか作っていけたら面白いなっていうふうに思いますね。なので僕自身もサッカーもね、もちろん今アカデミーの生徒さんにも教えてるんですけど、なんかサッカーはあくまで手段というか、まあ、なんだろうな、窓口にしか過ぎなくて、大事なのはそういう生き方であったり考え方とか、まあ、人生をね、どういうふうに捉えていくかみたいなところの方が大事だと僕は思ってるので、まあ、それがサッカーにもつながるし、社会にも使えるみたいなふうに僕は考えてるので、まあ、そういうことにね、共感していただける方が少なからず、今いるっていうのはすごく幸せなことなので、引き続きね、頑張っていきたいと思いますね。はい。まあ、ちょっと家に着くまであと15分ぐらいかかるんでね、なんとか15分つなぐんですけど、喋り倒すんですけど、いやー、でも可愛いですね、やっぱり子供っていうのは。もうなんか、まあでも自分に子供がいなかったらここまで子供のこと可愛いって思えなかったんだろうけど、やっぱり自分の子供ができたことで人の子もね、可愛いと思えるようになったというか、扱い方もなんとなくわかるというか、まあ、もちろん人の子の方が難しいんですけど、自分の子よりでも泣いてる子供をあやすことも別にいつもやってることなので、なんか成長したなって思いましたね。僕自身もちょっと前まではね、自分が親になることなんて考えられなかったけど、まあ、今だとね、普通に親になってるというか、ここをみんな経てね、育て上げて皆さん年を重ねていくんだなっていうのはね、本当に大変。まあ僕なんかよりね、奥さんとかのお母さんたちの方が、ね、大変だと思うんですけど、まあそこをね、今夜泣きとかいろんなご飯のこととか家事とかね、子育てとか両立しながらやっていくっていう道を誰しもが通って生きていく
まあ、子供がねいる方は、結婚して子供がいる方はそこの道を必ず通ることになると思うので、あ、ここみんな乗り越えてやってんだなと思うとね、すごく子供たちを育て上げた親御さんっていうのはもう尊敬の対象ですよね。みんなここを通ってるんだってことを考えるとすげえなって思いますね。僕自身的にはなんだろうな、やっぱり子育てとか教育はなんかこうお母さんがやるものというか、結構タッチしないお父さんっているじゃないですか。全くお母さんに任せて、まあ、自分はね仕事だけして、子供のことはあまり関与しないみたいなお父さんっていると思うんですね。で、全然僕はそれは否定しないですし、別にそれぞれの家庭でのポジショニングというかあり方があるので、全然それは人それぞれでいいと思うんですけど、ただ僕の中ではそれはちょっとできないというか、僕の性格的にね、性格的にやっぱり教育にすごくパッションがあるし、なんか一緒にやりたいっていうのがやっぱあるんで、だからご飯のこととかもむしろ僕がなんだろうな、めちゃくちゃ勉強しましたし、教育とか子供の発達心理学とか、なんかそんなこと勉強してるんですかみたいなことまで勉強したりとかして、まあ奥さんはねどう思ってるかわからないけれど、まあ僕もねもうがっつり子供のそういうことには入り込んでいくタイプなので、どうしてもねほっとけないというか、任しきれないみたいなところが僕の性格的に、ね、あるんで、いい悪いは別にしてそういうタイプなので、僕はだからこれからも自分の子供もそうですけど、そういうこのねサッカー、特にねサッカーをやっていくであろう子供たちになんかね少しでもサポートできることがあればなっていう風な思いでね今やってはいるんですけどね。そう、最近もだからあれですよ、その少年団がね、今昔は少年団がね結構普通にいっぱいあったと思うんですけど、今もういろんなサッカークラブとかサッカースクールがいっぱい増えてきて、もう飽和状態ですよね。需要より供給の方が多いというか、もう少子化の影響もありますし、子供が少ないんですよね、とにかく。だから少ない中で供給は増えてるんで、もう取り合いになっちゃってるんですよね、子供たちの。だから少年団っていうのがどんどん加速化して、で少年団もどんどんお母さん方とかの、まあ、お父さんもそうかもしれないけど、その負担がでかいっていうのがあって、手間とかねすごく当番とかあるみたいなので、だからすごく少年団が今いろんな潰れていく少年団がすごく出てきたりとか、最近もある少年団の親御様とねお話しする機会があって、子供が集まらないと、で出れる大会でも出れないと、子供が足りなくて、そういうお話を聞いてると、まあ、世の中のなんかこう流れみたいなのもすごくわかりますし、まあコーチもねいいコーチがいるし、環境もいい環境なので、みんなクラブチームとかね入れるっていう流れに世の中はなってるんですけど、ただその少年団に自分の子供を通わせてる親御様からすると、まあみんながみんなねサッカークラブとかサッカースクールとか入れれないと思うので、子供を、だから今少年団とかに入れているね、子供を入れてる親の気持ちを考えると、なんかね仕方ないよねみたいな、世の中の流れだからしゃあないよねみたいなので終わらすのはちょっと心もとないというか、ちょっとね寂しいんじゃないのかなみたいな感じで思うので、まあなんかできることはないのかなというふうには思っているはいるんですけど、そうだからオンラインでサッカーを教えるとか教えてもらうっていうのはまだ全然ね世間的に認知されきれてないと思いますし、まあ、もちろんサッカーはねリアルの方が大事なんですけど、まあ、オンラインでできることもあるかなというふうに思っているので、まあ、いろんな形を変えながらアップデートさせながら、まあ、引き続きアカデミーの方は運営していきたいと思うんですけど、ただ今回みたいなね保育園とか、まあ、入園式に今回参加させていただきましたけど、なんかそういう子どもたちとか親御さんとねリアルに触れ合う機会があると僕自身もすごく嬉しいし、いろんなことが見えてくるので、なんか自分の世界観がね広がるので、すごくありがたい
環境を状況を今回作っていただいたので、みんなのナーサリーさんには本当にね感謝していますね。まあなんかこれをご覧の皆さんともなんかの機会でねお会いできるタイミングがあるとすごく嬉しいです。はいはい、そんな感じで家着きましたので動画は以上にさせていただきます。久しぶりにねちょっとこういう動画撮ったんですけど、はい、なんとか場を持たせました。はい、では本日の動画は以上になります。ではさよなら。